りの金曜ハミング、時刻は夕方4時を回りました。こんにちは、古谷香織です。 83.9MHz FM ホット839、古谷香織の金曜ハミング、今日も始まりまして、この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ、今日の先ほど、お昼過ぎ、ね、1時からの、新しい愛称の発表の特番、聞いていただけましたでしょうか。このね、1時から2時に行いました、特番によって FM 相模という愛称、9月15日から11月30日ね、2ヶ月半の間募集していて、皆さんからたくさんのご応募いただいたんですけれども、新しい愛称は FM ホット839に、決定いたしました。たくさんのご応募ありがとうございます。それではまずはこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。相模原とその周辺の道路状況です。はじめに圏央道、
ってきました。ドライバーの皆さん、場所によっては視界が悪くなり大変危険です。この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は20日日曜日まで続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夕方まで 0%、 夕方から深夜まで 10% となっています。続いて しますのでね、ぜひ来週のこの時間も聞いていただきたいなと思うんですが、なので金曜ハミングは今日が年内最後の放送になります。この半年前ぐらいにですね、今年の上半期の自己採点というメッセージテーマで皆さんからメッセージを募集しまして、上半期自分のね、上半期に得点をつけていただいたんですけれども、まあ今日は年内最後ということなので、やはりこんなテーマにしてみました。
2015年の自己採点ということで、まあね、上半期半分経ったところで、その後半年経ちましたが、どうでしたか？加点できた方、減点になってしまった方、まあ、なんいるかと思うんですけれども、この1年間を振り返ってみてのあなたの自己採点をぜひ今日は番組まで教えてください。ちなみに私の上半期の得点、まあ、採点、自己採点はですね、65点という、ちょっと真ん中よりちょっと上かなぐらいの点数をつけていたんですけれども、まあ、その後ね、夏は CD 制作に向けてのレコーディングなんかもありましたし、無事になんとか大変だった CD 制作期間を経て、10月に新しい CD2 枚、アルバム2枚をね、リリースすることができました。そこはちょっと頑張ったんじゃないかなということで、総合的には90点という、甘いですかね。自分に甘いかな。まあいいんですよ。これぐらいのね、気軽な感じで、つけた得点、私の自己採点は90点ということにしてみました。さあ、あなたのこの2015年の自己採点何点ぐらいになるんでしょうか。ぜひね、1年を振り返りながら考えてみてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そしてホームページには番組へのメッセージフォームもあります。くださった池田哲彦さん、今年の自己採点は80点くらいですかね。自分が行きたいイベントに数多く行けたり、今年に入って西さんと古谷さんに公開生放送で実際にお会いしたり、自家用車で初めて愛知県までドライブに出かけたりと充実した面もありましたが、逆にタクシーの売り上げが去年より落ち込んだり、一部出勤や長距離で行けないイベントもあったりしました。そんなこともあって80点にしましたということで、タクシードライバーさんなんですもんね。まあいい時もあれば悪い時もある、そんなね、お仕事ですよね、タクシーの運転手さんっていうのもね。
まあでも自己採点80点っていうのはなかなかいい点数なんではないでしょうか。さあそんな池田哲彦さんからいただいたリクエスト、今日の1曲目は井上陽水で新しいラプソディでした。さあ今日はお昼の1時から愛称決定特別番組ということでね、特番の中で新しい FM 相模の愛称 FM ホット839が決定しまして、ついにね発表されました。そして番組の中では、最優秀賞、優秀賞、スポンサー賞の発表もありましたけれども、聞き逃してしまった方もねいらっしゃるかもしれませんので、この時間を使って改めて、抽選に当選された皆さんをね発表させていただきたいと思います。まずはスポンサー賞なんですけれども、こちらスポンサー賞はね全応募作から無作為に抽選したものになります。まずはスポンサー賞電化の山口賞に選ばれたのは札幌市のゆみさん、そして相模原市中央区のしろぽろさん、相模原市中央区の小玉あやねさん、相模原市中央区の向田あきひでさん、そして相模原市中央区小村理恵さん、そして町田市の佐藤道恵さん、同じく町田市の YM さん、以上の皆さんが殿下の山口賞です。そしてホテルラポール千住閣賞に選ばれたのは相模原市中央区の木ぐるみさん、東京都国分寺市の金子千佳さん、北海道江別市の小塚はバロスさん、秦野市の石川又一郎さんです。そして相模経済新聞社賞に選ばれたのは相模原市南区新之助さん、相模原市緑区の天里民子さん、そして株式会社コンティ賞に選ばれたのは相模原市中央区の内川博信さん、大阪市のポムポムさん、横浜市のりょうちゃんずさん、相模原市中央区のパンちゃんさんです。そして町田ロームコンサルティング賞に選ばれたのは横浜市の手島信秀さん、西東京市の自転車のりさんです。そして、井上英治税理士事務所賞に選ばれたのは滋賀県大津市の数野しおりさん、相模原市緑区の団子ママさんです。明治さんでした。ということで今回はね9月15日から11月30日、まあ、2ヶ月半の間に1039通の応募があったということで、応募してくださった皆さん本当にありがとうございました。詳しいこのね、発表はですね FM 相模のホームページにもすでに掲載されておりますので、ちょっとね、聞き逃しちゃったよという方、ホームページをご覧いただける方はぜひねこちらのホームページの方もご覧になってみてください。ご応募本当にありがとうございました。
めて、もう少し走ろう。相模の流れを登
I'm not afraid to die.
横浜中心部へ向かう車、中央林間で1キロ、相模原方面は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道、金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞です。世田谷通り、大倉では両方向とも1キロずつの渋滞、村富線、矢部方面へ向かう車、総合体育館前で1キロ、相模原相川線、横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロ。おしまいに、小淵浅溝台線、大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。さあ、外はすっかり暗くなっています。ドライバーの皆さん、車間距離をよくとって、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は20日日曜日まで続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は曇りでしょう。この後1ミリ以上の雨の降る確率は夕方から深夜まで 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れで明け方までは曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中から夜まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は1度、明日日中の最高気温は13度の予想です。以上、天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。Hi.
ここで寝具の猪熊からさよならセールのお知らせです。今年も一年本当にありがとうございましたの感謝を込めて、年内最後の大セール2015さよならセールを行います。布団の中身にはいろいろな種類があります。その中でも軽くて暖かいホワイトダウンは最高級の素材です。ただお値段もお高め。そのホワイトダウンを 90% 以上使った高級オリジナル国産羽毛布団がさよならセールでは驚きの3割引きです。その他、職人が一枚一枚作る猪熊自慢の手作り布団もこの機会に使ってみてください。敷布団をお買い上げの方には敷布団カバーをプレゼント、さらに不要になった布団は無料で引き取ります。寝具の猪熊さよならセールは25日金曜日から30日水曜日まで、お時間は午前10時から午後7時まで。お買い上げの方に漏れなくつきたてのお餅もプレゼントします。皆さんの健康とあったか生活を寝具の猪熊が真心込めてお手伝い。寝具の猪熊は上溝駅徒歩5分、新年はふっくら暖かいお布団で良質の睡眠を。寝具の猪熊からさよならセールのお知らせでした。白ポロさんからメッセージリクエストいただきました。100点と言いたいところですが87点です。どんな状況でも乗り越えて輝き続けてて、まだまだ成長し続けているからということで、まだまだ成長しているからねということで、100点満点ではなく87点、そんな白ポロさんからいただいたリクエストをお届けしましょう。ビーズでいつかのメリークリスマス。お送りした曲は白ポロさんからいただいたリクエスト、ビーズでいつかのメリークリスマスでした。変わってはトマトさんからいただいたリクエストです。松任谷由実で恋人はサンタクロス。
クエストくださったトマトさんの自己採点、カレーの浅野に行けたこと15、ユーストリーム配信のリスナーさんとオフ会で出会えたこと30、父親の長期出張でいない間祖父の面倒を見られたこと20、カオリンの CD を買えたこと25、羽田空港へ行けたこと15、これがいいことで悪かったこと、部屋が片付けられなかったことマイナス10、祖父の言動やこと、言動や行動ですぐに怒ってしまったことマイナス5、継続的に日記を書けず途中でやめてしまったことマイナス20、風邪をひいてしまったことマイナス15で合計55点ですと細かくね採点してくれました。来年も何事もなく悪かったことを反省してきちんとした生活を送れるよう頑張りますということで、メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲、トマトさんからいただいたリクエスト、松任谷由実で恋人がサンタクロースでした。時刻は間もなく5時15分になるところです。ここで FM ホット839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道内回りは海老名ジャンクションで4キロ、中央道上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で11キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、東名入り口では両方向とも2キロずつ、その他八王子方面へ向かう車、相模大野で1キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、相模原方面は目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、上総八木下今泉で2キロ、伊勢原方面は市立病院前で1キロ、国道129号線厚木方面へ向かう車、金田で1キロ、町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、佐塚で1キロ、金森で2キロ、相原方面は佐塚で1キロ、滝の沢で1キロ、相原で1キロ、県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、中央林間で1キロ、相模原方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞、世田谷通り大倉では両方向とも1キロずつの渋滞です。続いて村富線矢部方面へ向かう車、総合体育館前で1キロ、相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分ごろお伝えします。CM の後は町緑校舎情報をお送りします。
ザカさんからいただいたリクエストです。さだまさしで遥かなるクリスマス。リクエストくださったザカさん、今日のメッセージテーマ、今年の自己採点、メッセージ書いてきてくださっています。悩みますね。一応50点ですね。今年やろうと思っていたことの大半ができなかったことが減点理由です。その代わり今年はミュージカルをしたり新たな試みに挑戦した年でもあったので、この点数にしました。ということで50点半分っていう感じですかね。メッセージリクエストありがとうございました。さあ、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。今日は今年1年を振り返ってぜひ自己採点してみてください。そんなね、難しいことを考えず気軽な感じでぜひね、得点を、つけてもらえればなと思います。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839。 ホームページからもメッセージフォームを使って送っていただけます。まだまだメッセージお待ちしています。お送りした曲はザカさんからいただいたリクエスト、さだまさしで遥かなるクリスマスでした。
時刻は5時30分を回りました。 FM ホット839、古谷香織の金曜ハミング、お送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで4キロ、中央道上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で11キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、東名入り口で3キロ、八王子方面は東名入り口で3キロ、中和田相模大野宇野森、そして橋本駅南入り口でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロ、相模原方面は目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は文化会館前で1キロ、国道129号線八王子方面へ向かう車、関口で1キロ、町田街道横向かう車、金井入口で2キロ、世田谷通り大倉では両方向とも1キロずつの渋滞、漁港道路厚木方面へ向かう車、総武台前で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロ、村富線は座間方面へ向かう車が総合体育館前で1キロの渋滞。おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は20日日曜日まで続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れ、夜遅く曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は10% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中から夜までは 0% となっています。明日朝の予想最低気温は0度、明日日中の最高気温は13度の予想です。つい数日前まではね、暖かい日もあったんですが、明日の朝予想最低気温0度とだいぶ冷え込みそうです。風邪などひかないように暖かくしてお休みください。以上、天気予報でした。次の交通情報は5時45分頃お伝えします。
ほえちゃんの自己採点。今年は入院もしないで、歯医者さんには行くものの健康だったので75点にしたいと思います。25点足りないのは自分を甘くしたくないからかな。厳しめですね。ではまた、ちょっと早いですがメリークリスマス&良いお年をお迎えください。ということで、そんなほえちゃんからいただいたリクエストは、ユニコーンで雪が降る街。お送りした曲はほえちゃんからいただいたリクエスト、ユニコーンで雪が降る街でした。変わってはマイネルハユちゃんからいただいたリクエストです。キスマイフット2でスノードームの約束。
僕の2015年の自己採点は10点です。年の初め以降に様々な災難にあったり、心のコントロールができず悔いが残る形で終えてしまいました。来年は年男なので、何かいいことをつかみたいところです。ということで、マイネルハユちゃん、来年年男なんですね。じゃあ来年はいい年に、ね、なるといいですね。お送りした曲はキスマイフット2でスノードームの約束でした。代わってお送りする曲は、ちたたかさんからいただいたリクエストです。以前ゲストにも出演してくださいました、ひわさんの曲で、命。リクエストくださったちたたかさんの自己採点、80点くらいでしょうか。今年は充実していて良かった年ではありますが、やり残していることがありますので、その分を差し引いて80点かなと思います。来年は100点目指して頑張りたいですね。ということで、80点だったらね、もう合格点っていう感じですよね。さあ、そんなちたたかさんからいただいたリクエスト、お送りしたのはひわさんで命でした。時刻は5時45分を回りました。ここで FM ホット839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道は内回り、海老名ジャンクションで4キロ、中央道は上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で11キロの渋滞です。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、東名入り口で3キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、中和田、相模大野、宇野森、そして橋本駅南入り口でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロ、相模原方面は目黒交番前で1キロ。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ。下今泉で2キロ。伊勢原方面は
文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車関口で1キロ、町田街道横浜方面へ向かう車小山で2キロ、朝日町で1キロ、金森で3キロ、相原方面は佐塚で2キロ、時場で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車金井入り口で2キロ、世田谷通り大倉では両方向とも1キロずつの渋滞、行幸道路厚木方面へ向かう車総武台前で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車大沼で1キロ、村富線座間方面へ向かう車総合体育館前で1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。ピザーラお届け情報。ピザーラお届け情報、毎週金曜日はピザーラから美味しい情報をお届けしています。12月はクリスマス、忘年会、カウントダウンと楽しいイベントがいっぱいです。今日はそんな季節にふさわしい豪華な商品をご紹介します。冬の三つ星クォーターです。冬の三つ星クォーターは、カニをたっぷり味わえる新極うまウィンタークラブ、マスカルポーネをはじめ10種類のトッピングで仕上げたマスカルポーネの贅沢10種ピザ、天然素材 100% の熟成サラミとフェンネルソーセージで仕上げた熟成サラミとフェンネルソーセージのピザーラニューヨーカー、そして人気ナンバーワンの照り焼きチキンが1枚で楽しめる期間限定のクォーターピザです。冬の新商品が同時に2つも味わえます。後掛けできるカニの風味をたっぷり味わえる特製カニルイユソースも楽しみですね。ピザーラの三つ星シリーズ、食卓が華やぎますよ。パーティーの席でもお一人の時でも嬉しい一品です。冬の三つ星クォーター、お値段は税抜きで M サイズ2380円、L サイズ3741円。そしてもう一つ冬の新商品を紹介します。熟成サラミとフェンネルソーセージのピザーラニューヨーカーです。CM でおなじみですね。天然素材 100% の熟成サラミとフェンネルやガーリックなどの香辛料の風味が特徴的なソーセージをトッピングしたアメリカンテイストのピザです。ニューヨーカーでない方にもおすすめのピザです。熟成サラミとフェンネルソーセージのピザーラニューヨーカー。お値段は M サイズ2100円、L サイズ3360円です。いかがでしょうか？パーティーシーズン、
ピザーラのピザで食卓を彩ってみませんか？みんな笑顔になりますよ。以上、ピザーラお届け情報でした。津久井のしゅんさんからメッセージリクエストいただきました。今年は何もしなかったので0点です。しかし FM 相模のパーソナリティさんやリスナーの皆さんに会えたりしましたので80点差し引き40点ですかね。ということでお送りする曲は津久井のしゅんさんからのリクエスト、井上陽水で東へ西へ。お送りした曲は津久井のしゅんさんからいただいたリクエスト、井上陽水で東へ西へでした。さあこの後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしていますのでお聞き逃しなく。この後は相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM ホット839をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ今日のお昼の特番で、新しい FM 相模の愛称 FM ホット839に、決まりまして、発表されまして、この金曜ハミングからね FM ホット839というふうに使わせていただいているんですけれども、ようやく私も2時間経って、ちょっとこの FM ホット839というのに慣れてきたような気がします。皆さんは聞いていただいてどうですかね。急にね変わるとちょっとねなかなか聞き慣れないななんていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、パーソナリティの私たちもね少しずつ慣れていきたいなと思っていますので、ぜひ聞いてくださる皆さんも少しずつね、慣れていただければ嬉しいです。さあそれではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えしていきましょう。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道内回りは海老名ジャンクションで4キロ、中央道は上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で11キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、東名入り口では両方向とも2キロずつ、その他八王子方面へ向かう車、中和田相模大野宇野森橋本駅南入り口でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロ、相模原方面は目黒交番前で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、上総八木下今泉で2キロ、伊勢原方面へ向かう車は妻田伝田で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、小山で2キロ、朝日町で1キロ、金森で3キロ、相原方面は佐塚で2キロ、時葉で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が1キロ、相模原方面へ向かう車が5キロの渋滞、世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞です。行幸道路厚木方面へ向かう車、総武台前で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロ、村富線座間方面へ向かう車、総合体育館前で1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は20日日曜日まで続く見込みです。最近火災の情報もね多くなってきております。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れで夜遅く曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中から夜までは 0% となっています。明日朝の予想最低気温は0度、明日日中の最高気温は13度の予想です。以上天気予報でした。次の交通情報は6時15分頃お伝えします。
FM ホット839、古谷香織の金曜ハミングお送りしています。イゴールヒロチャンチンさんからいただいたリクエストお届けしましょう。クレイジーケンバンドでクリスマスなんて大嫌いなんちゃって。今年あったことといえば、一眼レフカメラを購入したこと。まだまだカメラを使いこなせていなく、カメラに遊ばれている感じですが、それはそれで悔しい中にも楽しみを感じているのは高得点。他の趣味であるボルダリングは緩やかな成長。ですが、ラジオ番組への投稿が難点。仕事面は大きなミスもないですが、プライベートは相変わらずスッカスカなので、長くなりましたが、50点にさせていただきます。CD も素晴らしかったです。なんて大嫌いなんちゃってでした。代わってお送りする曲はナスビーさんからいただいたリクエストです。キロロで冬の歌。キロロで冬の歌でした。
てお送りする曲はプラネルさんからいただいたリクエスト、ザ・タイマーズでデイドリームビリーバー。私の自己採点は80点くらいですね。やりたいこと、こうなったらいいなと思うことのリストを紙に書いて貼ってあるのですが、今見ると8割方叶っていることに気がつきました。順調に進んで叶ったこと、思いがけない展開で叶ったこと、いろいろありましたということで、8割方叶ってるなんてすごいですね。そんなプラレールさんからいただいたリクエストはザ・タイマーズでデイドリームビリーバーでした。代わってお送りする曲はおゆきちゃんからいただいたリクエスト、負けない、ザードで負けないで。おゆきちゃんメッセージも書いてきてくださっています。今年1年、年のせいか早いですね。湯たんぽに追加して腰から下に電気毛布を巻いています。少し体調も良くなってきたのかなと感じ出しています。やっぱり健康が一番です。いろいろ楽しませていただきましてありがとうございました。これから年末年始いろいろとお忙しいと思います。皆様くれぐれもお体ご自愛くださいませ。ということで、おゆきちゃんもね、体大切にしてください。お送りした曲はザードで負けないででした。時刻は6時17分になろうとしています。ここで FM ホット839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。
はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で8キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで7キロ、中央道上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で13キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、淵野辺で2キロ、東名入り口で断続的に2キロ、八王子方面は中和田で4キロ、宇野森で1キロ、橋本御佐路で1キロ、八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロ、相模原方面は目黒交番前で1キロ、国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、上総八木下今泉で2キロ、伊勢原方面は妻田伝田で1キロ、私立病院前で1キロの渋滞です。続いて国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロ、町田街道横浜方面へ向かう車、小山で2キロ、滝の沢で2キロ、金森で1キロ、相原方面は佐塚で2キロ、時和で1キロの渋滞です。県道様大和線相模原方面へ向かう車、小松原で1キロ、鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車は断続的に4キロの渋滞です。行幸道路厚木方面へ向かう車、総武台前で1キロ、村富線座間方面へ向かう車、総合体育館前で1キロ、相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。池さんからのメッセージリクエストです。今年はあまりいいことはなかったので40点ってところですかね。目標の第一が健康だったんですが、長期の入院がありあっさり挫折、仕事的にもうまくいかず辛い1年でした。唯一の救いは香里さんのライブが多かったこと、精神的に救われました。ありがとうございます。来年こそは高得点できるような年にしたいですね。ということで、そんな池さんからいただいたリクエストをお届けしましょう。山下達郎でクリスマスイブ。
お送りした曲は池さんからいただいたリクエスト。やっぱりね、この時期になると聴きたくなりますよね。山下達郎でクリスマスイブでした。さあ、代わってお送りする曲はブライアンさんからいただきました。カルガリーからね、メッセージリクエストくださいましたよ。お送りする曲は森高千里で銀色の夢。お送りしている曲ですが、ブライアンさんから、書いてくださっています。それから番組のエンジニアにもよろしくということで、日産よろしくということです。メッセージリクエストありがとうございました。お送りした曲はブライアンさんからのリクエスト、森高千里で銀色の夢でした。代わってお送りする曲は9万馬券の男 K.I. レジェントさんからのリクエストです。モーニング娘。でラブマシーン。僕は前半はこれと言っていいことはなかったので60点くらいかな。ただこのところ競馬が絶好調なので80点くらい。あとの20点はあさっての G1 レースと再来週の有馬記念を勝ったら満点にしますということで、9万馬券の男 K.I. レジェントさんからいただいたリクエストはモーニング娘。でラブマシーンでした。さあ、代わっては水玉スニーカーさんからいただいたリクエストです。ボアでメリクリ。
私の今年の目標はフットワークをよくでした。目標はほぼ達成に近いと思うので85点くらいですかね。イベントやら孫の面倒やら楽しませてもらった1年でした。ということで85点というね自己採点を送ってくださった水玉スニーカーさんからいただいたリクエスト、お送りした曲はボアでメリクリでした。さあ CM の後はこの時間の交通情報と天気予報、そしてニュースとお伝えします。時刻は6時30分を回りました。 FM ホット839古谷香里の金曜ハミングをお送りしています。それではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道内回りは海老名ジャンクションで7キロ、中央道上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で13キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入口で2キロ、協和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入口で断続的に2キロ、八王子方面へ向かう車は東名入口で1キロ、中和田で4キロ、宇野森で1キロ、橋本五差路でも1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、目黒交番前では両方向とも1キロずつの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、東原で1キロ、伊勢原方面は金田で2キロ、国道129号線八王子方面へ向かう車、金田で2キロ、厚木方面は山際で1キロ、金田で1キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で1キロ、相原方面は時和で1キロの渋滞です。県道座間大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車は断続的に3キロの渋滞です。世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロ、漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、厚木方面は小田急相模原で1キロ、方面は総武台団地入り口で1キロ、相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。
現在相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は20日日曜日まで続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れで夜遅く曇りでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、午前中から夜までは 0% となっています。明日朝の予想最低気温は0度、明日日中の最高気温は13度の予想です。明日の朝、だいぶ冷え込みそうです。今日は暖かくしてお休みください。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。裁判員裁判での死刑が初めて執行されました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。法務省は今日午前、死刑囚2人の刑を執行したと発表しました。裁判員裁判の下で死刑が確定した事件で刑が執行されたのは初めてです。死刑が執行されたのは東京拘置所の津田住俊死刑囚63歳と仙台拘置支所若林和之死刑囚39歳です。若林死刑囚は2006年岩手県広野町で住宅に押し入り親子2人を殺害した強盗殺人などの罪で2012年に死刑が確定しました。また津田死刑囚は2009年川崎市幸区のアパートで大家の男性ら3人を殺害したとして一審の横浜地裁の裁判員裁判で死刑判決を受け、その後自ら控訴を取り下げ2011年に死刑が確定していました。最高裁によりますと裁判員裁判で死刑が確定した死刑囚はこれまでに7人いますが、刑の執行は初めてです。死刑執行は今年6月以来で、いわき法務大臣が就任してからは初めてです。大阪市の橋本市長が今日の任期満了をもって政治家を引退します。市役所では退任の記者会見が行われました。日銀は今日までの2日間、金融政策決定会合を開き、景気の現状について緩やかな回復を続けていると、これまでの判断を据え置きました。その上で、目標とする 2% の物価上昇率を実現させるため、今の大規模な金融緩和策を維持しながら、金融緩和を補完するための措置を導入することを決めました。具体的には国債を買い入れる期間を長期化することを決めたほか、設備投資や賃上げに積極的に取り組む企業の株式を対象とする ETF 上場投資信託の買い入れ枠
を来年4月から半年間、来年4月から年間およそ3000億円分新たに設けるということです。企業の設備投資や賃上げを活性化させることで、物価の上昇を確実にすることが狙いです。日銀が金融緩和を強化する決定をしたことで、東京株式市場では日経平均株価が一時500円を超える値上がりとなりましたが、その後は下落に転じて株価は乱高下しました。結局、平均株価は昨日より366円ほど安い18,986円80銭で今日の取引を終えています。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より63銭円高ドル安の1ドル121円79銭から80銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。青二さんからいただいたリクエストです。松任谷由実で雪だより。2015年の自己採点、なんか進歩したかなといろいろ考えてみると全く浮かばず、怠け者癖のせいですね、ということで30点でというメッセージとともにリクエストくださった青鬼さんからのリクエスト、松任谷由実で雪だよりでした。さあ、変わってはアンパンよりあやパンが大好きっ子さんからいただいたリクエストです。杉山清貴で最後のホーリーナイト。
自己採点ズバリ50点です。可もなく不可もなく、そんな幸せな1年でしたよ。古谷香織さんのアルバムを無事聴けたのでプラス10点で60点です。ということで CD も聴いてくださってありがとうございました。アンパンよりあやパンが大好きっ子さんからのリクエスト、杉山清貴で最後のホーリーナイトでした。時刻は6時45分30秒になりました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、大和トンネル付近で6キロ、圏央道は内回り海老名ジャンクションで7キロ、中央道は上り方面へ向かう車、国立府中インターチェンジ付近で13キロの渋滞です。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、東名入り口で断続的に2キロ、八王子方面は東名入り口で1キロ、中和田で4キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロ、目黒交番前で1キロ、相模原方面へ向かう車は目黒交番前で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で2キロ、下今泉で2キロ、伊勢原方面は市立病院前で事故があった影響で、こちらは現在車線規制が行われているんですが、この事故の影響で金田で2キロの渋滞となっています。また国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で4キロですが、こちらも先ほどの、国道246号線市立病院前での事故の影響で4キロの渋滞となっています。その他、国道129号線八王子方面へ向かう車は関口で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、滝の沢で2キロ、相原方面は時和で1キロの渋滞。県道座間大和線相模原方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロ、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、世田谷通り相模原方面へ向かう車、大倉で1キロ、北里通り国道16号方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、宇野森で1キロ、村富線矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で2キロ、相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロ、おしまいに小淵浅溝台線大沼方面へ向かう車、小淵駅入り口で2キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。Oh.
からといつも送ってくれる。夕方4時からお送りしてきました、 FM ホット839、古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間なんですが、今日はですね、雪中庵さんから、私古谷香織の遠回りをリクエストいただきましたので、エンディングこちらの遠回りに乗せてお送りしたいと思います。雪中庵さんの特典なんですけれども、今年一番の願いは安保法の阻止で、多い日は1日に4カ所もデモに参加したし、強行採決の夜も雨の中国会前で頑張りました。しかし成立したばかりか、来年は内戦の続く南スーダンに駆けつけ警護で自衛隊を派遣しようとしています。あまりの無力感に今年は0点というねメッセージもいただいています。それから名古屋の神戸秀政さん、2015年の自己採点10点、あ、間違えた、採点は100点満点制度だったんですね、ということで100点満点だと何点になるんだろうかありがとうございます。それから世界の本田さん、50点かな、いろいろな人に迷惑をかけたりお世話になったり、その割に人に役立つようなことはあまりできていなかったし、来年はもう少し頑張ります、ということで、結構ね自分に厳しめの50点ということで、でもね世界の本田さん、ライブにもたくさん来てくださったし、本当にありがとうございました。それからのっちさん、去年はあまりにも中途半端で採点要件未満なのっちでした。今年は少しアップして25点ぐらいにはなってるかな。さて2015年も香織さんをはじめ FM 相模のスタッフリスナーの皆様にはお世話になりました。新たな年が一人一人はもちろん地球宇宙規模でいい年になりますように、ということでのっちさんもメッセージありがとうございます。さあそれから、お団子ママさんからもいただきましたね。FM ホット839いいですね、愛称特別番組楽しませていただきました、ということで聞いてくださってねありがとうございました。ラジオに支えていただいた1年でした。朝昼晩夜中まで、ヒゲパパに言われました。お母ちゃんはラジオがあれば何もいらないべなーって、はいその通りでござる、なので末広がりで88点でお願いします。甘いですか、ということでそんなことないと思いますよね。お団子ママさんは本当に朝からもう深夜の西ラジまでね、たくさんの番組聞いてくださってね、メッセージも送ってくださってありがとうございました。スポンサー賞当たってましたよね、おめでとうございます。ということで、今日もねたくさんのメッセージ、それからリクエストもありがとうございました。高浜優也さんからもねリクエストいただいていたんですが、ごめんなさい今日はね受けられませんでした。またね、来年もメッセージリクエストお待ちしています。ということで、金曜ハミングは年内は今日が最後となります。来週なんですけれども、来週は特番がありまして、そちらに私も出演させていただきます。来週12月25日金曜日はお昼12時からですね、夜7時までの7時間生放送で2015ベストソングという、特番をやらせていただきます。今年2015年の J-POP をまとめて紹介、まあ、今年1年間を振り返ってね曲をかけたり、いろんなことについて喋ったりしようと思います。出演は西ラジでもおなじみの西さんと私古谷香織で7時間、ちょっと長いんですけれどもね、大掃除をされている方もいるかもしれません、クリスマスパーティーの準備をされている方もねいるかもしれませんが、お時間ありましたらぜひお付き合いください。さあ今夜10時からのミュージックボックスは3週目ということで、ミュージコさんが担当している回になります。今日もね楽しい天然トーク満載で1時間お送りしています。今夜10時からミュージックボックスもどうぞお聞きください。さあということで、このね金曜ハミングから新しい愛称 FM ホット839、使い始めました。少しは慣れていただけましたか。私ね、少しずつ慣れていきたいと思いますので、皆さんもねちょっとずつぜひ慣れていってくださいね。さあ金曜ハミング、今年も1年間ありがとうございました。来年もますます頑張ってお送りします。ここまでのお相手は古谷香織でした。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。